もっちゃん、おはよう。うん、おはよう。少し開けてあげようか。暑いんだけどね。少し涼しくなったらね、太陽ちゃんと入れられるようにするから。はい、今は我慢してください。ちょっとだけほら、持っちゃってる、はい、ですか。はい、じゃあ、おいで。なんか呼ばれてるよ。はい、ぼんちゃんが返事しましたけど。ぼんちゃんはね、百均で買ったものにすりすり中。あ、来ました。直しましたよ、ぼんちゃん。ジャン君は？ジャン君、おいで。ジャン君、おいでって言われてるよ。ジャン君。はい。メガネ見る？メガネ新調した人がいます。だって、だって傷だらけなんだもん、私のメガネ、うん、オープン、とか、おー、よいしょ、メガネ、お、お、こうやって開けるの、これ、ここオープンってなってたけど、オープンだけどテープがついてった。ポンちゃん、それいいでしょ。ほら、これポンちゃんの顔がいっぱいのやつ、ハロウィンに備えて買ってみました。100均でちょっと買ってみます。これもやるよ、これも、はい、よいしょ。テープが取れない。ニャンホスキーみたいなワンちゃんのマークなんだよ。メガネ、あれ、ここかな、パカ、いつもと同じじゃねえか。この一応ね、深緑なんですよ、うん、なんかこれがね、ここがこうちょっと四角い長方形みたいなのもあったんだけど、うん、なんかそれだと大きいんだよね、してみると、まあ、だから結局同じようなイメージ通り、同じようなやつです。これをかけてジャン君に誰って言われたいわけね。いい、買わないと思うよ。はい、じゃあ買いで。メガネ拭きが来ないね、今日ワンちゃんで、ワンちゃんじゃれた。はい、ふう、メガネまでふう、不満最低。